二人。どうにか切り抜けて早くアスマを治療しねえと。しかし珍しく金に縁があったな、ヒダ。まさかここでも賞金首が手に入るとは。今頃のこのこ出てきて俺の獲物を横取りしてるやつがよく言うぜ、タグヤ。お前たち逃げろ。足止めを。何言ってやがる。あんたはもう無理するな。まだいいから。あんたはとにかく助かることだけを考えろ。ここは俺がやる。おいおい、なんだなんだ、お前が俺らを抑えるってか。そんなのやってみないとわからねえだろうが。やらなくてもわかるんだよ。話はそこまでだ、ヒダ。さっさとやるぞ。だな。あんたは絶対に俺が守る。行くぜ。こっからは大真面目だ。アスマ、あんたは逃げろ。しんがりは俺が務める。任務開始。すまない。門を開いた。アスマ隊長、こちらへ。守護人十二使、あのひげ面の男は必ず物にするぞ、ヒダ。確か大名を守るエリートだっけか。そんなに強くなかったけど。強い弱いは関係ない。金になるかならないか。そしてあいつは高く売れる。逃がす手はない。金の亡者な。クソったれが痛えって言ってんだろ。今日は運がいい。立て続けに金づるが舞い込んでくる。金金金って、俺の生贄はどうしてくれんだよ。生贄は後にしろ。まずは賞金くれ。たくしょうがない。俺は不死身なんだよ。なんて野郎だ。おいかせが。ここまで。ヒダ、先に行け。これでどうだ。金縫いのジェット。じゃあ審査員、見ててくださいよ。クソったれが痛えって言ってんだろ。とっととくたばっちまえよ、オラ。そう簡単にやられてたまるかよ。化け物相手じゃこっちが自利品。何か打つ手はねえのかよ。何考えてやがる。邪神様への挨拶か。
俺は不死身なんだよ。なんて野郎だ。このガキは。往生際の悪い連中だぜ。こっちは命がかかってんだ。そう簡単に諦められっかよ。アスマ大将が囲まれた。近まる、援護に回れ。すぐ行く。逃がしゃしねえよ。ほら、邪神様がお待ちかねだぜ。んな奴に興味はねえんだよ。腐ったれが痛えって言ってんだろ。くそ、数が多すぎる。さばききれるか。耐えてくれ、しかまる。もうすぐ援軍が到着する。俺は不死身なんだよ。なんて野郎だ。こっちの応援はまだかよ。これでどうだ。カエヌイの術。こいつら弱点はねえのか。無駄無駄、効かねえな。痛えか、痛えんだろ。ほら、めっちまいな。こいつ弱点はねえのか。このガキは。くそったれが痛えって言ってんだろ。ここだけやられるわけにはいかない。アスマは守ってみせる。こいつら弱点はねえのか。こっちの応援はまだかよ。近まる、合流しろ。よし、任務達成。アスマ、大丈夫か。世話はかけるな。捕まる。助けに来たわよ。いいの、長次。なんだ、増援か。
見栄が増えて邪神所詮金にはならん雑魚どもだがね。こいつらが暁。イノはアスマを頼む。俺と長者ここで時間稼ぎだ。うん。どんだけジタバタしようとお前らはここで終わり。時間が惜しい。さっさとやるぞヒダ。もう少し待ってくんねえかな。ヒダンやめろ。またすぐに戻る。覚悟はしておけ。あ、クソリだ。今度ぬるってやるか。たくや。引いた。上司、それより今はアスマだ。傷が急所に。これじゃもう、いい。もう俺はここまでだ。それ以外はお前たち。アスマ、最後にアスマ先生、喋っちゃダメだよ。長次、それにイノも、アスマ先生の最後の言葉だ。しっかり聞け。イノ。はい。お前は気が強いが、面倒見のいい子だ。長次も鹿丸も不器用だからな。それから、桜には負けんなよ。忍術も。はい。長次、お前は仲間思いの優しい男だ。だからこそ誰よりも強い俊敏になる。うん。それと少し痛い。無理かもしれないけど頑張ってみる。そしてしかもお前は頭も切れるし、忍びとしてのセンスもいい。他に、まあ、面倒くさがり屋のお前は、将棋、お前に一度もそういや。玉のあの話、あれが。アスマ、あんた、だから。あとは、しかも長次、お前たちに会えて紅、ありがとう。
アスマ先生！まだ教えてもらいたいことがあったってのに。準備できた？行くよ、鹿丸。ああ。待て！どこへ行く気だ？まだ任務命令は継続中っすよね。俺らは新しく隊を編成して、これから暁の討伐に向かうとこっすよ。身勝手な行動は許さん。アスマは死んだ。今のお前らは、正体はフォーマンセルが基本。隊長のいないお前らに。アスマは俺たちと共にいる。弔い合戦でもする気か。お前らしくもない。犬死にしたいのか。俺たちだってバカじゃないっすよ。死にに行くつもりなんて、もうただ。ただ、なんだ。このまま逃げて筋を通さねえまま生きていくような、そういうめんどくせえ生き方もしたくねえんすよ。成長しろ。忍びには死がついて回る。時には、受け入れがたい死もある。しかし、それを乗り越えねば先はない。現実を見ろ。お前らは三人だ。正体は四人いればいいんですよね。カカシ。第十班には俺が隊長として同行します。それで。お前。なーに、無茶はさせませんか。どうも。さて、それじゃ第10班感謝するぜ、カカシ先生。